ジャクソン・アレクサンダー・アーバインは、オーストラリア・メルボルン出身のサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは、ミッドフィールダー、センターバック。メルボルンに生まれ、17歳の時に、スコットランドに移住する。スコティッシュ・プレミアリーグの名門セルティック FC に、在籍するが、トップチームでの出場は1試合のみで、U19 チームとセカンドチームで、試合経験を積む。 2013年から2015年までは同リーグに所属するキルマーノック FC とロスカウンティ FC へレンタル移籍。公式戦59試合に出場し3得点を記録する。2015年7月、ロスカウンティ FC への完全移籍で合意。このシーズンでは45試合の公式戦に出場し3得点を記録。リーグ競合のセルティック FC や レンジャーズ FC を抑えクラブ史上初となるスコティッシュリーグカップでの優勝を果たす。2016年3月にはスコティッシュプレミアリーグの月間最優秀選手に選ばれる。2016から17シーズンよりイングランドのエフルチャンピオンシップに所属するバートン・アルビオン FC へ移籍。シーズン通してチームの用としてプレーし同クラブのシーズン最優秀選手に選ばれる。また、 主にセントラルミッドフィルダーとしてプレーしながらもチームの最多得点者にもなる。2017年8月、ハルシティ AFC へ完全一席。同クラブでは3シーズンで公式戦112試合に出場し10得点9アシストを記録した。父親がスコットランド人であるため当初はスコットランド代表を選択し3試合にも出場したが、U2 例のカテゴリーからは、 オーストラリア代表を選択した。2012年には U20 でデビュー。2013年にはオーストラリア A 代表でデビューを果たした。2018FIFA ワールドカップアジア予選では、バヒド・ハリル・ホジッチ率いる日本代表との試合でも先発出場している。2018FIFA ワールドカップ本大会では、グループリーグすべての3試合に出場した。 AFC アジアカップ2019では、初戦以外は全試合で先発出場し、準々決勝まで駒を進めた。2019年から行われている 2022FIFA フフワールドカップアジア予選では、全試合で先発出場を果たしている。同じく、オーストラリア代表のカーーティスグッドとは10歳の頃からの友人で家も近かったことから、クロスカントリーを共に行ったり、 ユース時代にノックスシティで共にプレーしたりしていた。国際 A マッチ24試合1得点。ありがとうございます。